5件洗車してます。ね、前回の動画でもね、説明したんだけど、私はまあ自分で言うのもなんですけど、綺麗好きなんですよね。で、エンジンルームの、汚くなるところじゃないですか、エンジンルームってね。だけどやっぱりエンジン開けた時、ボンネット開けた時にね、綺麗だったらすごく気持ちがいいわけですよね。こんな埃が当たり前に付きますよね。こういうところが常にこうやってね、ピカピカしてることが大好きなんですよ。綺麗にするためにね、CRC とかこうかけたりする場合もあるんだけど、逆にかかっちゃいけない部分って結構多いんで、もう本当に私なんかも素人だから、下手なことはしちゃいけない部分なんですけど、ホコリがついてない状態に、すすとかね、ホコリとかね、そんな感じで毎回やってると、こんな裏なんかも毎回やってれば、綺麗なんですよね。これ癖ですよね。うちのね、レンジのフード、その中も毎日やってるとベトベトしたね、汚れとかって絶対つかないのと同じで、私毎日やってるんですけどね、何年経ってもピカピカの状態なんですよね。で、エンジンわからないにしても、こうやって見てるとね、私も若い時ツインカムだとかね、いろんな暴れ馬みたいな車乗っていましたから、多少はね知ってるんだけど、逆に最近の車のエンジンってなんだろうって、もうプラグすら分かんなかったりするけど、これがプラグなんだろうなみたいな、そんなことで見ているんですけど、丁寧に拭いてると、なんかいろんなところが見えてくるんですよね。これは何だろうなと思いながらもね、ただ綺麗にしたいっていうことでピカピカにしています。手の届く範囲、危なくない範囲でね。でも最近の車ってなんか危なくないですよね。昔の車、洗車するたんびに手切ってましたね、何かで。例えばホイールスペースかなんかにこう手突っ込んだだけで手切ったりとかね、必ずなんかバリ的なね、そんなものが昔の車は必ずあったんだけど、今の車は本当に丁寧に作られてるっていうのかな、そういうのがなくなりましたよね。あんなところにファンベッドがあるのかな、今初めて発見した。ここからオイル入れるのか、これがオッシャー液かとか、当たり前だけどすごいなって感じます何がすごいのかね、時代の流れがすごいんでしょうね、きっとね。ゆういさん、お友達の、この洗車場で会ったんだけど、お友達になったゆういさんから質問を受けて、このディスクパッドっていうのかな、ディスクブレーキの部分どうしてますかみたいに普通に拭いてますよっていうね、そんな何もどうしようもない答えしか出せないんだけど、ここは自転車も同じだけど、ブレーキだからオイルなんか当然ついたらね、滑りが良くなりすぎてブレーキが効かなくなっちゃう部分だから、何かをつけるっていう部分じゃないような気がするんだけど、でも気になったんでちょっと動画でね、いろいろ探してみたんだけど、探したらやっぱりこれを研磨したりね、そんなこともあるみたいだけど、それはまた
その見栄えを良くするとかっていう用途とちょっと違うみたいな。どうなんだろうかな。このぐらいの傷っていうのか、錆っていうのか、当然使わなかったら錆になりますよね。そんな感覚なんだけど、ブレーキ使えば使うほどピカピカになるのかなみたいな。まあ、この辺詳しい人もしいたらね、ちょっとコメントいただければありがたいかな。まあ何はともあれ、ホイールもピカピカにしたいので、こう手が届かないところがね悔しいんですよね。もう手前のこんなとこだったら手が届くから常にピカピカにできるんだけど、後ろの方、この後ろの方はね手が届かないから、こんなところもね拭きたいなと思うんだけど、なかなか手が入りづらいです。なんか本当に我が子みたいにね可愛がることがコペンの良さなのかな。それでいろんなところの傷だとかね、細かいところがより見えてきて、もっと大切にしたいなって、そんな感覚がありますね。今日妻は美容院に行ってます。いつも行ってる美容院が新規改装オープンとか、そんな感じで楽しみに行ってきました。後でまたお迎えに行きます。非常に悔しい状態ですよね。でもあえてねセミパーフェクトっていうかね、最後で一本残るのがまあ私流なのかなみたいな感じで、なんと299にしました。あ、もちろん妻の車っていうことでね、私がお借りして、まあ、ほとんど私のものになっちゃってる感じではありますけど、一応妻が買いました。コペン GR スポーツ、前がディスクブレーキで後ろがドラムになってるんだけど、コツがあるんですよね。こう手入れ込んでこの手の甲でね擦るみたいな。そっから見えるからね、あの辺も綺麗にしたいなとか思いながらもね、さすがにねジャッキアップしなかったら無理ですよね。もうね暑いんですよ。もうね洗車場もねもう炎天下になってからね、暑い、誰もいません大体。だからこう屋根のねついたところでやらせてもらってるから多少楽ですけどね。これアルファードではやりたくないな絶対。ボンネットを静かに閉めましょう。本当にピカピカの車気持ちいいよね。ロッソモデル最高です。本当に音がねもうね本当におすすめですよ。これこの間もう別な動画でも言ってるけどうるさいからサイレンサーをついてます。サイレンサーがついてます。でサイレンサーつけることがおすすめですよ。
生じるって、ここにね、柔らかいものだったら、なんか入りそうな気がする。まあ、これ、ね、傷ついたり、ね、割れちゃったりすると、良くないので、負荷のかからない程度のもの。この給油口のね、給油口の内側ね、ここも綺麗にします。はい、今日もコペン洗車早々に終わりました。いつもピカピカにしていたいですね。では妻を美容院に迎えに行きます。コペンワックス洗車300円、妻の美容院代10,000円。でもいつもどちらも綺麗にしていただけるのはありがたいですね。ということで、あ、もうバッチリです。一旦いいかな。なるほどね。さすがだ。カフェラテアイスで。